パトリック・ビエラは、フランスの元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。プレミアリーグ・クリスタル・パレスの監督を務める。セネガルの首都ダカールで生まれた。母方の祖父は、カーボベルデ出身。ガボン人の学生だった父が家族を捨てたため、幼少の頃に母に連れられて、フランスへ渡り、1993年に、AS カンヌで、 プロデビューを果たした。その後1996年に AC ミランへ移籍するが、出場はわずか2試合にとどまり、才能を開花させたのは、プレミアリーグのアーセナル FC に移籍してから。同胞のアーセンベンゲル監督の下で、冷静さと戦術眼に磨きをかけ、チームの中核に成長した。2003から04シーズンは、無敗優勝の立役者にもなった。 1997年の初招集以来、フランス代表にも長く名を連ねており、1998年、フランス W ハとユーロ2000の連続制覇の時は、貴重なバックアップとして経験を積んだ。2006年から2009年にかけて、フランス代表キャプテンを務めた。2004年、ペレが選ぶ、FIFA100 に選ばれた。 2005から06シーズンは3年間キャプテンを務めた、アーセナルからセリエユベントス FC へ移籍し、スクデット獲得に貢献したが、クラブの大規模な不正疑惑の影響で剥奪されて、幻となってしまった。結局ユベントスは二部落ちし、2006から07シーズンからは同じくセリエイのインテルへ移籍。だが、このシーズンから怪我が多くなった。 かつて死に者ミハイロビーチと試合中に口論になり、黒人差別発言をされたことがある。インテル遺跡により同じクラブで、コーチと選手という間柄になったが、ビエラ曰く、あの件はもう過去のことですからとのことだった。しかし、2006から07シーズン最初のミラノダービーの、試合後、ロッカールームで乱闘騒ぎを起こした。2010年1月8日、出場機会を求めて、 マンチェスターシティ FC への移籍が決定した。契約期間は半年で、シーズン終了後には1年の契約延長オプションがついている。2011年7月14日、現役引退を表明した。引退後はそのまま、マンチェスターシティのアカデミーのコーチマネージャーに就任し、2013年からはリザーブチームの監督を務めている。 2016年から2018年まで、ニューヨークシティ FC の監督を務めた。2018年6月11日、アグック・ニースの監督に就任した。2020年12月4日、直前に公式戦後連敗していたこともあり、アグック・ニースを解任された。2021年7月4日、クリスタル・パレス FC の監督に就任した。 インテル時代のビエラクラブ代表個人、ありがとうございます。